ジャガー MK1、MK2、ジャガー MK1、MK2、マーク1、マーク2は、ジャガーが1956年から1967年まで生産していた小型サルーンである。1967年から240、340というモデルに切り替わっているが、これにも触れる。第二次世界大戦後スポーツカー。 グランツーリスモ及び大型サルーンのみを生産してきたジャガーが新たな市場の開発のために1956年に送り出した小型サルーンが2.4サルーンであった。伝統の XK エンジンをショートストローク化して採用した。2年後には XK144 の 3442cc エンジンを搭載した3.4サルーンが追加され、 いずれも高い人気を博した。1959年には、モデルチェンジ版として、MK2 が登場。そこから、それまでの2.4サルーン、3.4サルーンは、便宜上 MK1 と呼ばれることになった。MK2 は、上記2タイプに E タイプ用の 3781CC エンジンを搭載した3.8サルーンが、追加され、 高性能スポーツサルーンとしてこちらも高い人気を追って市場に迎えられた。1967年から 3781CC モデルは廃止されて各部の装備が簡略化された240、340というモデルに切り替わり最終的には1969年まで生産された。なお、ジャガーではフルサイズのサルーンの名称はローマ数字で表し、 小型サルーンの名称はアラビア数字で表すという区別をしていた。1955年10月に発表された2.4サルーンはジャガーとして初めてモノコックボディを採用した自動車である。強度を保つために窓枠が非常に太く、ここが後に登場する MK2 との最も大きな識別点になっている。3442cc の XK エンジンの 工程を切り詰めて、内径ハイ 83.0mm、工程 76.5mm、排気量 2483cc とし、圧縮比は8.0。ソレックスのダウンドラフトツインキャブレターを組み合わせで、で 112hp、5750rpm 19.、19.4kgm、2000rpm を発揮した。トランスミッションはそれまで車内で用いられてきた MT を搭載し、オプションで、機械式オーバードライブを選択できた。ボディはそれぞれマーク、バイトの比較で 400mm 短い全長 4590mm、150mm、狭い全幅 1700mm、140mm、低い全高 1460mm、300mm、近く短いホイールベース 2730mm と、小型である。 車両重量も 1270kg に抑えられた。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン、トーションバー、リアはトレーディングリンクラディアスアーム、リーフスプリング。フロントトレッド 1390mm より、リアトレッドが 1270mm と狭い、珍しい構造であった。内装はそれまでのジャガー車に劣らぬ、豪華な内容となっており、 レザーシートとウッドパネルの空間が広がっている。ブレーキはドラムだがディスクを選択できた。SE 仕様が用意され、この後、ディーピングジャガーと呼ばれ、親しまれるようになったジャガーのマスコットが含まれていた。1957年、3.4サルーンがデビューした。x k 四十四の直列6、人 DOHC、内径メートル、3程百六点零ミリメートル。 3442cc エンジンを採用。SU キャブレターを2機搭載し、210hp、5500rpm を発揮した。車両重量は 1422kg に増大してはいたが最高速度時速 193km などを実現し、高性能スポーツセダンとして認められた。このモデルからトランスミッションに3速 AT が選べるようになり、 1958年から2.4サルーンでも選択可能となった。ダッシュボード上に設置された小さなシフトセレクターでギアを操作できるようになっていたため AT モデルは MT モデルと違いフロントシートがベンチシートになっていた。また3.4サルーンの登場に伴いフロントサスペンションが強化されフロントにディスクブレーキを選択できるようになりラジエーターが大型化された。 その高い戦闘能力からラリーなどのレースでも使用されるようになっていった。1959年10月に登場した m k にはもちろん MK1 の改良版であるがほとんど変わらない外見と異なりメカニズム的には大きな進歩を遂げており当時の世界の小型セダン市場に大きな衝撃を与え外装ではクロームメッキを施した細いウィンドウサッシュ及び リアタイヤを覆うスパッツ、バンパーのオーバーライダーが最も変わった点である。窓枠が細くなって、横窓の面積が増え、後窓も拡大されたため、室内はより開放感が生まれ、実際に明るくなった。シートおよびダッシュボードのデザインは見直され、メッキパーツの点数も増やされたため、より豪華に洗練されて生まれ変わっている。 車両重量は2.4サルーンで 1447kg。メカニズムとしては、それまでのエンジンラインナップに加え、ジャガーマーク9に搭載されていた 3781CCX 系エンジンを追加した点が大きい。圧縮比は8.0で、SU ツインキャブレターとの組み合わせから 220hp5500rpm を発揮した。 車両重量はやや増えたが 1524kg に収まり、これにより0から 60mph 加速8.8秒を実現。最高速度は時速 201km に達した。3.4サルーンのエンジンは従来通りであったが、2.4サルーンのエンジンは 8HP アップの 120HP5500RPM19.9KgM。HP 2000rpm となった。トランスミッションは、買いモデルと同様4足、MT 及び3足 AT が選べた。3.8サルーンに4輪、ディスクブレーキが標準装備され、2.4サルーンと3.4サルーンでもオプションで選択可能となった。足回りでは、リアトレッドが 83mm 広げられ、より安定性が増した。 1960年5月にジャガーがデイムラーを買収したことから、1962年 MK2 にデイムラーエンジンを搭載した姉妹車であるデイムラーに V8 サルーンが発売された。1965年には旧式のギアボックスに代わり、マーク X と E タイプに先駆けて MT がフルシンクロの4足になった。また、1967年モデルでは、 パワーステアリングも採用された。1966年になると売り上げが落ち始めたことからコストダウンして値段を下げるために標準モデルにおいてレザーシートがビニール製になったりフォグランプが廃止されたりという変更を受けた。ただし、いずれもオプションとして追加可能であった。1967年にはジャガーの経済的理由により コストダウンを余儀なくされ、新たなモデルへと切り替えられた。1967年までに、ジャガーの経営は圧迫され始め、車種整理の必要に迫られた。そこで登場したのが、MK2 の改良版である240、340、である。各部にコストダウンの跡が認められるものの、メカニズム的には進化している。エンジンは3.8リットルが、ラインナップから落とされたが、 ヘッド形状の見直しによってパフォーマンスは向上した。特に2.4リットルモデルの240では、キャブレターも SU 製のものに変えられたため、最高出力は 133HP5500RPM と飛躍的に向上している。3.4モデルの340も、出力こそ 210HP5500RPM29.7KgM。 3000rpm と変わらないものの、加速は0から 50mph、0時速 80km で9秒から6.9秒と、こちらも飛躍的に向上している。外見上では、細くなったバンパーとホイールキャップのデザインが最も大きな変更点である。内装では、レザーの代わりにビニールが用いられるようになった。このモデルチェンジに伴い、 姉妹車のデムラに V8 サルーンも V8250 にモデルチェンジしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。